ステップワゴンスパーダで、走り始めました。皆さんがね、一番興味があるのはやはり 1.5 リッターターボのエンジンのパフォーマンスではないかと思うんですが、これはやっぱり、非常に印象いいですね。とにかく低回転域から力強くトルクが出てくれるので、まあ、こういうミニバンなんかではなるべく、ね、アクセルいっぱい踏み込みたくないし、だけど、人や荷物が乗れば踏まざるを得ないしということ多いと思うんですけども、本当にね、アクセル回路が小さく済んで、しかもねぐいぐいと登ってってくれるし、かつエンジン回転が高まらないから室内はそんなに騒々しくならないしとね、この手の車に使うパワーユニットとしてはもってこいなのかなという気がしますね。 CVT との組み合わせですけど、低回転域からトルクのあるエンジンだとそもそもねそんなに引っ張る必要もなくなるので、 CVT のネガもね出にくくなると、新しいステップワゴンスパーダはフットワークもいいですね。まずはいわゆるこう走りの部分、ハンドリング性能的なところで言っても、床が低いこのホンダのね車らしい低重心感っていうのがすごくあって、サスペンション柔らかめなはずなんですけども、すごくロールが抑えられていて、それがね無理やり突っ張った感じとかなくて自然な感じで、でも、ロールの少ない、姿勢のね嫌な変化の少ない乗り味が、実現できてるなと思いますね。特にこのねステップワゴンの中でもスパーダはサスペンションのねショックアブソーバー、ダンパーが変わっていたり、あとねなんか光合成なハブベアリングですか、そういうものを使っていたりとね、走りの質を高めるようなこと、まあスポーティーさをね高めるようなこともしっかりやってきていると、まあ見た目だけの仕様じゃないぞというところもね、まあちょっと付け加えておこうかなと思います。フットワークとても、好印象のこのステップワゴンスパーダですが、それがね乗り心地を全く犠牲にしていないところがねまた、高評価のポイントですね。サスペンションなんか本当に柔らかく動いて、しなやかさすら感じるような乗り心地が、実現できてますね。ホンダの走り見直したぞと、なんかそんな感じがしますね。ステップワゴンスパーダの、2列目シートに座っています。路面からのこう突き上げ感みたいなものはまあ、多少はありますね。あのゴツゴツどこどこというような感じの振動が入ってくるは入ってくるんですけども、やっぱりこうボディがしっかりしてるせいか、そこにねこうブルブルとした、なんか残る感じっていうんですかね、そういうのが一切ないので、まあおおむね快適と言っていいんじゃないかなと思います。そういうところでそんなに不満が出ないかなという感じはしますね。あとはねやっぱり運転してる時に感じたのと同じように、なんかこう低重心感というか、上矢がこうゆさゆさと揺れてね、自分の体が左右に常に持ってかれるような感じっていうのが、こういうコーナーが連続するようなところを走っててもあんまりないんですよね。すごく落ち着いた感じでいられると、これはやっぱりシャシー性能がすごく高いのかなというふうに実感します。トヨタエスクワイアとホンダステップワゴンスパーダ、最新のそして人気のミニバン2台を今回はじっくり試乗してみました。まあ分かったのは、同じようなサイズ同じような形のミニバンというカテゴリーの中でもね、それぞれが違った個性で戦いを行っているということだと思います。エスクワイアに関してはやっぱりそつのない仕上がりですよね。ノアボクシーがねベースにあるということもあって、本当に全方位にバランスの取れた仕上がりと言えるかなと思います。そしてこちらステップワゴンスパーダはやはり何といってもこのワクワクゲートと呼ばれる縦にも横にも開くリアゲートね、これ象徴だと思うんですが、その他にもねいろいろ工夫されたリアシートですとか、物置のいっぱいあるところ、カップホルダーの数、いろんなね使い勝手の工夫、新しいアイデアが満載だと、そこがねやっぱ魅力ですよね。とにかくこのカテゴリー本当に競争が激しくて、いろんなアイデア、いろんな技術どんどん出てきます。本当にね2台、見てみて楽しかったですし、これからもねやっぱりこのカテゴリーはね目が離せないなと改めて思いましたね。